さて、脳梗塞片目ギタリストのためのロックギター簡単かっこいい講座です。まずは気合です。私は、サンドハウスさんという、コスパに優れた会社があります。そこの3点セットですね。フェンダーストラトキャスタータイプのストラト、練習用のミニアンプ、おそらく15ワットぐらいでしょうか。これはデジタルチューナーとストラップとシールドついてきますね。それで、まあ、ジャストでこの1枚ほどでしょうか。それで私はグヤのディストーションをかまして使います。片間ひじ大人と言いますと、左手がを使えないので、いかに右手でかっこよく、簡単にかっこよく弾くかということがテーマになってきますね。ちょっと実例をお見せしましょう。あちらに今バックで使っているのは、浜田翔吾さんです。8ビートでいいですね。これがとても軽いので、これしょってもですね、疲れません。3キロあるかないかですね。
舞台の前の一瞬の光に